東北高校鈴木真理さんです。全日本ジュニアで2位に入って世界ジュニア日本代表としてデビューを果たしました鈴木真理17歳、シェルブールの天笠。東北高校17歳、荒川さん、はい、宮城仙台はまだまだフィギュアの火は消えていません。そうですね。そしてまた鈴木選手、一度リンクを奪われてっていう苦しい経験から立ち上がってきましたので、スケートが自由に滑れるという喜びを知っています。その喜びをこのナンバーに込めます。普段非常にシャイでおとなしい性格なんですけれども、リンクの上に乗ると非常に堂々として、また滑る喜びなんかっていうのが表現できますよね。まあ、今回のこの演技も今シーズンの新しいショートプログラムだそうです。飛躍のシーズン、戦いの準備は整いました。鈴木真理、まあ、こういった舞台で新しいショートプログラムを披露しておくっていうのも大事な経験ですよね。そうですね。そしてまた世界ジュニア選手権と全日本選手権を経験してから、一段となんかスケートに自信がみなぎっているような、そんな気がしますね。ああ、なるほどね。表情も豊かにたっぷりと鈴木真理が見せました。